どうも、宿です。今回もですね、商業実況やっていきたいと思います。ただいまの達成率が13.4%ということでですね、はい、まあちょっと、達成率15%ぐらいまで上げていきたいなというふうに思ってますんで、まあ、3試合やろうと思いますけど、まあこの3段含めて、相振り飛車がお得意の3段含めて3連勝していきたいと思います。3段をね、3段の壁をぶち破っていきましょう。さあ、お会いして、四間飛車かな？四間飛車ですね。さあ、棒銀。棒銀。さあ、棒銀、得意戦法、棒銀なんですけど、なんだろう。やっぱり棒銀で負けると、得意戦法の段級位が落ちちゃうんで、負けないようにしていきたいですね。はい、これは神父一回歩突いて、はい、これで、銀打っちゃう。はい、これ一回引いといて OK かなと思います。なんか隙がないのかな。2分30秒。あ、やばい、これ一回。大丈夫か。一瞬なんか銀挟みに合うような気がしたけど、気のせいでした。まあ、飛車回っていくのか、何なのか。回っていってもあんまりいいことないんだよ。そう来るか。なるほどね。桂馬跳ねても意味ないし、ちょっと銀をやり直そうかな。はい。こんな感じで、銀やり直す。銀をやり直す。ここに歩打たれちゃう。まあ、歩ついていきたい。なるほど、取ってくる。取ってくるのは、2ちょっと分。待ってよ。一回ここに、歩打たしてもらいましょう。これ銀挟みだもんね。銀挟みに合ってるんで、お相手が。これは結構来たんじゃない？ 3 段3、撃破、ブレイクのチャンス。3段ブレイクチャンス。来た。来た、これ。これブレイクチャンス来てるね、完全に。完全に来てる。これは来てるぞ。来てます、来てます。それでどうすればいい？相手めっちゃ考えてるし。めっちゃ考えてる。これもしかして通信不調に、ならない。通信不調にはならない。いや、ぶつけてくる。まあ、取るしかないか。こっからもう、激戦ですね。はい。桂馬もらっておいて、この金とかあげるっていう感じですかね。香車をもらっておいて、一回銀打つか。まあ、ここに歩打たれるかなんかするんだろうな。歩じゃないか、銀か。でも銀もったいないでしょ、あいつさすがに。あ、でも打ってきたよ。1分30秒。打ってきたよ。打ってきましたね。これで、これでこっち詰まないんじゃない？
すまないんじゃないのこれ。あとは煮るなり焼くなりこちらの自由にできるんじゃないの。1分。銀打つ。金でもよかったか。金がよかったか。金がよかった。しまった。金がよかった。これで30秒。これでやばい。20秒。やばい。あーやばい、負けた負けた。うわ最悪最悪。勝てたじゃん勝てたじゃん。あーもう、あ最後ミスった、最後ミスった。くしょやばい。こっからちょっと3、あと3試合しよう。あと3試合。あと3試合して3連勝しよう。さあ、お相手2段の方ですね。地下鉄飛車がお得意の方ということで2連敗してますね、この人に。相性悪そう。どうやら相性は悪そう。さあ、これ棒銀ですね、お相手。いやーさっきの試合な、銀馬戦までできたところまでは良かったんですけどね。何かがおかしい。おかしいよ。こんなの絶対おかしいよ。こんなの絶対おかしいよ。さあ、これで、あ、なんか金が上がってきましたね。こう来るのか。いいかこれ別に。この風ついちゃえばいいもんな。こう来る。この風ついちゃう。銀ならず。2分30秒。これはさすがにこれ金も取れるぞ。はい、大さんありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。よしよしよし。よしよし、いいぞ。この調子でいきましょう。さあ、あと3、あと2試合か。あと2試合やろう。あと2試合やりたい。さあ、お相手2段の方ですね。三間飛車の得点の方ということでやっていきたいと思います。さあ、今日も今日楽しく将棋を実況やっていこうと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。さあ、向かい飛車ですね。はい、これは棒銀エフェクト出しましょう。棒銀エフェクト出しといて、さあこれで、おー銀引いていってもらって、銀上がってこの歩を支えておきます。で王様寄って、はい、これでどうかな。なんかわかんない形として。桂馬でも跳ねる。2分30秒。飛車浮く。こんな感じ。はい、これで2四歩が刺さるんで、角がね戻んなかったせいで2四歩が刺さるので
これ、と金作っていきましょう。で、歩ついてくる、下から歩打っておく。これでなんか問題ありますか？これ、と金。まあ、それはあるけど、こうかな。これで、まあ、とりあえず飛車が走れるよっていう話がありますよ。まずはね。2分。どうするこれ。どっちがお得なんだ。なった方がお得なのか。これもう銀あげるよっていう話をした方がいいような気がするな。ああ、取ってくるんだ。はい、これで、まあ、この銀を生かしながら香車は、上げましょう。はい、これで竜なっていって、これで勝負。はい、これで勝負侍です。ん？なんだね、それは。それはなんだね。とりあえず時によるか。1分30秒。これもう銀打つ。桂頭の銀。桂頭の銀。飛車もらっちゃってもよかったか今。実は飛車もらっちゃってもよかった説っていうのがあったかもしれない。はい、相手銀3枚でしょ。まあでもこの辺でちょっと攻めに転じたいよね。攻めに転じたい。1分。攻めに転じたいところですね、この辺で。はい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 。これでここに飛車打って、これ詰めろだもんね。あえて桂馬だけだからギリ詰まない。ギリ詰みません。飛車が取られる。確かにそれはある。この桂馬の要塞ね。桂馬の要塞とにかく桂馬で。いや、これはだってさ、30秒取れるじゃん。はい、大戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。大戦ありがとうございました。よく頑張ったな。桂馬の要塞でギリギリ踏ん張りました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、これで、あと、1試合。お前が後手だ。勝ちたい。さあ、お相手初段の方ですね。負けてます。いっぱいしてます。なんだこれ、袖飛車？袖飛車かい？君は袖飛車なんて、いつも受け方のわかんない戦法をやってくるけど、本当にそれでいいと思ってるのかい？袖飛車わからんのよ。マジで。なんかわかんないけど、ここに筋違い角的なことでいいんじゃないの？
まあ作る、なんかわかんない、私わかんないの。2分30秒。こうくる、あ、そうくるんだね。まあ、これで一回金上がっておいて、そうですね、でこれで歩ついていく。それじゃダメ、許してもらえない、これ許してもらえるでしょ。で許してもらえるはず。2分。一回。下から打つか。まあこれで、まあこの辺にあるか。桂馬が打てるのか。いやー、どうしようかしらね。まあでもこれ浮くのかな。でもこれ角が紐ついてるんだな、よく見たら。角が紐ついてるから、まあでも大丈夫か。問題ないのか。これで。あ、しまった、これ歩つくんじゃなくて桂馬打つべきだったんじゃない？今。一瞬そんな気がしたけど、気のせいですか。はい、これで桂馬打って、はい。これで、ここに銀打つ。これが必勝パターン。私の必勝パターン。あ、なるほど。そういうこと。1分30秒。どうしよう。はい。これで桂馬が取れるので、はい、来ましたね。なんか来ました。はい、しっかりやっていきます。どうしよう。一回引く。桂馬、なんかピンとこないどうしよう。なんか守り固めてるけど、守り固めてこれ意味ある？1分。守り固めて意味があるの？果たして。できるんだ。これこうしたときに、あれ、取らせてもらえる。もう切ってくる。いや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 、ちょっと待って。やっぱりこれ考えるようなことじゃなくない？考えるようなことじゃないよ、ね。時間で今30秒、大幅負けてるし、大幅に時間で負けてるし、これはちょっとなくない？時間的にやっちゃいけないことじゃない？20秒。やばい。時間やばい。
こうだ。これ決まったー。決まったー。完全に決まった。待って。決まってない。残り13秒。10秒。やばい。決まってなかった。全然決まってなかった。決まってねえ。やばい、完全にミスった。完全にミスった。やっちゃったー、やっちゃったー。あー、勝てたのにー、勝てたのにどこでどうすればよかった？完全に物にした瞬間あったじゃん。あれ？ちょっと待って、ここじゃなくて、この後で、これで決まったと思ったんだよ。これで冷静に、冷静に。願いを叶えてやろう。76馬。あ、そっか。後手勝勢です。で？まあ、どっちにしても勝ってたけど、勝ってたけど、そっか、ちょっとこの時間だと、私のクソ気力だとなんとも なんなかったっていう感じか。さあ、今達成率が 14% ということで、4試合やって2勝2敗ということですね。まあ、達成率は微増してます。はい。微増してるんで、まあ良かったかなというふうには思うんですけど、もうちょっとピリッとした試合をお送りしたかったですね。残念です。はい。というわけで対戦ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。